マリー・ウージェニー・ミルレは、フランスのカトリック教会の修道女、聖人、聖母非正天修道会創立者。修道名、イエスのマリー・ウージェニー。マリー・ウージェニー・ミルレは、フランス北東部モーゼル県、メッスに生まれ、両親、兄二人、テ前一人ずつのブルジョア家庭に育った。しかしマリー・ウージェニー含む家族は宗教に対しては、無関心であったが、 母は事前に恵まれ彼女は母に連れらて貧困層家庭の訪問した。それが後に彼女の人生に影響を与えることになる。また父の書物を読み、特に彼女はロマン主義に親しみ感受性を磨く。12歳で初生態を受けたマリー・ウージェニーは成長するにつれ、家庭は崩壊、財産と母を失い興味感と孤独に襲われた。 しかし19歳の頃、パリのノートルダム大聖堂で、ドミニコ会シラマルデールの説教を危機感動を覚え、改心したミルレは、神に生涯を捧げる決心をし、1839年4月30日、社会と教育奉仕を目的とした、聖母秘書天修道会を、創立、修道所の育成、社会発展に対する書物を残し、1898年3月10日、起点、 1975年2月9日、劣服され、2007年6月3日、ローマ教皇ベネディクト16世によって劣勢された。ありがとうございます。